皆さんおはようございます。感動を生み出すいちご農家竹下博次です、今日はですね、うまくいってない時のへこみたくなる時の対処法、実際昨日あったんですけども、なんかうまくいかねえなと思う時って、こうやる気とか気持ちがガーって下がっちゃうんですね。まあ、心技体とはよく言ったもので、心が参っちゃうと行動がへこんでしまいますっていう時には、うまくいってる人の書物を読むとか、過去に学んだこと、そういった成功事例を再び見返す。やっぱ過去に学んだ時って、その過去のその時点の必要な情報しか取ってないんですね。だから全部 100% なんか取れてない。私が今うまくいってないことって、過去の人もうまくいってないことがやっぱり同じことが起きてます。だから振り返る、うまくいかない時はうまくいってる人の情報を読む、情報を取りに行く、話す、人の話を聞く、そういった行動をとっていきます。以上です。